福岡市地下鉄、七熊線。七熊線は、福岡県福岡市西区の橋本駅から同市、中央区の天神南駅までを結ぶ、福岡市交通局が運営する地下鉄路線である。福岡市交通事業の設置等に関する条例による、路線名は3号線、鉄道用キ記載の路線名は3号線、七熊線。ラインカラーは陸、ビク -2568。 系統式名、青みの緑。路線記号は、天神南駅から博多駅までの区間が建設中である。これまで機動系交通機関がなかった、福岡市西南部と同市の都心部を結ぶ路線として、計画され、2005年に日本で4番目に開業した、鉄輪式リニアモーターミニー地下鉄である。 都心部では1975年に廃止された西鉄福岡市内線が走っていた城南線の地下を通っている。沿線に中村学園大学、福岡大学などの大きな大学があり、朝夕のラッシュ時に都心へ向かう通勤客と反対方向にも通学客を中心に利用が多い路線である。沿線の大学への通学利用が多く、講義開始時、終了時には 七熊線車内が混雑、天神南福を前間している。開業時からすべての駅にホームドア、三菱電機製が設置されている。また、券売機や改札機など、駅の諸施設に徹底したユニバーサルデザインが取り入れられている。2005年には地下鉄七熊線トータルデザインに対して、日本サインデザイン協会の SDA 大賞が、同、オトサインシステムに、 同、SDA 賞奨励賞が与えられている。2006年には、七熊線車両に対して、鉄道ともの会から、ローレル賞が与えられている。2010年には、同、トータルデザインに対して、土木学会デザイン賞優秀賞が与えられている。日本で当選よりも前に開業した、リニアモーターミニ地下鉄では、車両基地も含めて、全線地下にしていたが、 当線の橋本車両基地は地上に設置され、非営業区間ながら、初の地上区間となった。区間は、空港線、箱崎線とは異なり、標準機を採用している。七熊線の愛称は、一般公募されたもので、公募順位第1位は、城南線、886件、公募順位第2位、副大線、731件、公募順位第3位、七熊線。 263件だった。公募で第3位であった七熊線が選定された理由としては、七熊が鎌倉時代から続く歴史的な地名であること、七熊が路線の中央に近いことなどが挙げられている。平日は朝ラッシュ時4分間隔、昼間7.5分間隔、夕方6分間隔で、土曜、休日は終日7.5分間隔で運転される。 全列車が、橋本天神南間の投資運転である。茶山駅には折り返し設備があり、開通前のパンフレットにも、茶山、行きの行き先表示をつけた車両があったが、開業後から現在に至るまで中間駅での、折り返し列車は存在しない。天神南駅では、車両の夜間対白を行わず、始発の天神南行きが折り返して、始発の橋本行きとなる。 同様に最終の天神南行きも最終の橋本行きとして折り返し到着後に夜間大白となる。なお、七熊線は非常時や訓練時を除き自動列車運転装置による自動運転で運行されている。急曲線、急勾配に対応した鉄輪式リニアモーターを採用している。ATO によるドライバーレスシステムを採用しているため乗務員は 不要となっているが、緊急時のための運転装置は装備している。車内には走行位置をランプで示す電子式路線図や次の停車駅名を表示する電光掲示板、動画映像を放映する液晶テレビモニターが備え付けられている。なお、進行方向と逆の運転席は解放されており、自由に座ることができる。ただし運転装置はカバー内に収納される。 1994年、平成6年度の鉄道事業免許申請時に実施した需要予測調査では、目標年次2006年、平成18年度において1日14万9806人の乗車人員を想定していた。その後、沿線開発の状況変化やパーソントリップ調査の結果を踏まえて、2002年、平成14年度には、目標年次2005年、 平成17年度において1日11万957人へと下方修正し、開業から10年後にあたる2015年、平成27年度には単年度黒字に転換する計画に修正した。しかし、開業翌年度の実績値は約4万4000人と、見直し後の予想乗車人員の半分にも満たず、沿線の住宅開発も当初予想ほど進まなかった。 ことなどから利用は低迷している。これを受け、福岡市では、収支計画の見直しを進め、それまで2009年、平成21年度に11万8000人、ピーク時の2034年度に15万3000人としていた1日の乗車人員数の予測を、2009年、平成21年度に6万5000人、ピークは1年早くなり2033年度で9万1000人へと、下方修正した。 見直しに伴い、七熊線路0 0の単年度黒字の達成は2015年、平成27年度から2029年度に、累積赤字の解消時期は2026年から2069年へと43年間先を送りすることとなったが、変更後、2009年、平成21年度に1日6万5000人とした乗車人員数の計画も実際には、 達成できていない状況であったが、2015年、平成27年に、初めて輸送実績が予想を上回った。開業以降の輸送実績を過表に記す。乗車人員には、空港船、箱崎船との乗り継ぎ人員を含む。また、2004年、平成16年度の輸送実績は2005年、平成17年2月3日の開業から同年3月31日まで。 計57日の平均値である。当初予測及び2009年度見直し予測は、延伸計画決定や、陥没事故発生以前の予測である。博多駅方面への延伸や、天神南駅から、中洲川端駅を経て、築港方面を結ぶ計画があり、博多駅方面へは、役員駅、渡辺通り一丁目交差点付近から分岐して結ぶ計画であった。 博多駅方面への延伸は、利用客からも要望が多く、天神南駅から集客力の高いキャナルシティ、博多付近を経由して、博多駅とを結ぶ構想も浮上した。2010年、平成22年1月には、福岡市が各ルートについて開業後30年の費用対効果を試算した結果、天神南駅から中洲、キャナルシティ、博多付近経由で、 博多駅まで延伸する案が最有力となったこと明らかになった。2月の市議会本会議で報告され、その後事業化が決定された。早ければ国への事業許可申請から10年後の2020年度の開業を見込んでいた。2011年平成23年7月11日には地元経済界を中心とした福岡七下鉄、 七熊千延伸円新促進規制会が結成されている。2011年11月7日の福岡市発表では、延伸線は、キャナルシティ、博多付近を通り、博多駅までの 1.4km の計画とされた。途中駅は、キャナルシティ博多に近い祇園町南西のは方、駅前通り下に、また、博多駅博多口前の住吉通りとは、片駅前通りの交差点下付近の、 地下25メートルの震度に新駅がそれぞれ建設される予定。また、延伸線の開業予定は2020年とされた。同年24日に閣議決定された2012年度政府予算案で延伸のための調査費が盛り込まれ事業化に一定のメドがつき、2012年、平成24年6月11日に鉄道事業許可を取得。2014年、 平成26年2月12日、非公式が行われた。これまでに、当選新設工事中の2000年、平成12年、さらに延伸工事中の2014年、平成26年及び2016年、平成28年の計算度、道路陥没事故が発生している。特に、2016年11月8日に発生した、墓大気延伸工事における、 博多駅前2丁目交差点付近での大規模な道路、陥没事故は全国的にも大きく報道された。陥没現場地下の電気、ガス、上下水道管が崩落して切断され、周辺のライフライン、企業の営業等にも影響が及んだ。現場周囲の道路は終日通行止めとなり、陥没箇所に近接する建物に一時避難勧告が発令された。また、 避難中に1名が負傷した。同日、福岡市は地下鉄工事との関連を認めて謝罪した。事故原因を究明する国土交通省の第三者委員会に提出された事故報告書案によると、事故発生当時、地下工事現場ではトンネル掘削の際の補強工事中に異常出水が見られ、上部から放落してきた地下水混じりの土砂が 津波のように押し寄せてきたなどの証言が見られた。事故後に改めて行われた地質調査によって、掘削現場の岩盤上部において、想定よりも岩盤厚さが薄かったこと、想定約3メートルに対し約2メートル、さらに風化し、亀裂や脆弱な箇所があったと考えられること、岩盤の上には地下水により、水圧のかかった砂質層があり、岩盤の掘削により、 水漏れや崩落が連続して大規模な陥没につながったことが判明した。岩盤の脆弱な部分の位置とその程度、上部からかかる水圧等による体力の評価が不十分であったと指摘し、また地盤改良工法が不十分であったこと、さらに設計変更によりトンネル天井の扁平度増加により強度が低下したことや、試行中に交換を一部切断したことにより強度不足となったことが、 間接的な要因して考えられると結論付けた。2017年、平成29年6月には工事再開に向けた調査工事が開始。また、発注者である福岡市と大成建設を主体とする JV との間で、陥没部粒の埋め戻しその他の工事費用、周辺の企業等の営業保障等を JV が全額負担するとの合意に達した。 埋め戻し工事費用に約1.3億円。営業保証は6月時点で当事者の8割と合意しており約3.7億円。ライフライン復旧費用に約6000万円。保証額は合計ですでに約5.6億円に上っており今後も増える見通し。なお、再開以降の工事費についてはこれまで通り発注者である福岡市が担する。 当初の延伸開業予定は2020年度とされていたが、この陥没事故により2022年度に延期される見通しとなった。これにより将来の乗車人員予測、収支計画や債務償還計画に影響が出ると見られている。なお、航空名称の上では、天神南博多間の中間新駅を中間駅、下唱、博多駅側駅を博多駅、下唱としている。 駅の業務は、天神南駅から茶山駅の各駅、天神南関区駅が JR 九州鉄道営業に、金山駅から橋本駅の各駅、橋本関区駅が JR 西日本福岡メンテックに委託されている。が、日本通運福岡支店に委託されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。